大久保駅は東京都新宿区百人町一丁目にある東日本旅客鉄道山手線の駅である。駅番号は JY16。当駅には環状線としての山手線電車のみが停車し、それ以外の列車は通過する。また、特定特市内制度における東京都区内及び東京山手線内に属している。西部新宿駅高田馬場,場駅間で並走する。 西武鉄道新宿線も山手貨物線の東側を通過している山手線の単独駅は東駅と目白駅のみである新大久保駅周辺の白黒空中写真国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに 作成 JR 東日本ステーションサービスが、駅業務を自宅している、新宿駅管理の業務委託駅、島式ホーム一面二線の高架駅である。改札口は2カ所あり、そのうち1カ所は、出口専用となっている。2021年3月28日には、当駅舎の3.4階に、職に関わる交流拠点、キムチ、ドリアン、カージマムが開業している。 当駅周辺に日本語学校が多くあり、通学する留学生の利用が多いことなどから、24カ国語で校内放送を流している。2020年度の1日平均乗車人員は3万1259人である。1990年代半ばから横ばいが続いていたが、2010年代から増加に転じている。近年の1日平均乗車人員の推移は、 下記の通り。駅前には大久保通りが通り、中央線大久保駅まで約300メートル。駅西側の百人町は、昔から楽器店が多いことで著名。また、アジア各国の民族料理店も多く立地する。駅東側は、韓国料理店や韓流グッズ店が連なる東京のコリアタウンとして有名である。注釈出店報道発表資料新聞記事。 ありがとうございます。